前川氏は「行政は継続性安定性が大事」「部長レベルでは方針変更を決定できない」しかも旧統一教会と自民党の関係はみんな知っているからより慎重になる政治的圧力があった可能性が高いと思う」と指摘します文科省は下村氏当時の文科省は自民党の下村博文衆院議員です 下村氏は、文科省当時、旧統一教会系の世界日報のインタビューに複数回登場しています。下村氏は、自身のツイッターで文化庁に確認したところ、大臣に伺いを立てることはしていない。今回の事例も、最終決裁は、当時の文化部長、とする回答があった、としています。